はい、こんにちは、たくまんです。はい、今日の動画はね、この期間限定モードのインポッシブルエスケープ、このモードのクリア方法の解説動画となります。はい、そしたらね、ゲーム選択画面にあるこのインポッシブルエスケープ、PVE と PVP っていうモードがあるんですけど、こっちのね、PVE モードっていうのは、プレイヤーみんなが仲間で、こっちの PVP モードが、プレイヤー同士がね、敵対してるモードになりますので、かなりね、こっちの PVP モード、クリアするの難しいですので、こっちのね、PVP モードのクリア方法を中心に解説していきます。ちなみに、この PVE モードをクリアすると、ロード画面がもらえて、こっちのね、PVP モードをクリアすると、この傘を手に入れることができますので、できればね、両方頑張ってクリアしてみてください。はい、そしたらね、早速、このインポッシブルエスケープモードを PVP モードでやっていきます。はい、このモードが始まったらね、こんな風に、マップのどこかにある海岸線から始まります。今回はどこかな？ここですね。スラーピースワンプの近くのこの海岸線から始まりました。このモードの目的は、こんな風に、マップ上に一つヘリコプターがあります。これがね、対人モードじゃない PVE モードだとヘリコプター3つあるんですけど、ここにね、ヘリコプターがありますので、このヘリコプターに、この1、2、3、4、この4つのパーツをヘリコプターに持って行って、ヘリコプターを修理して、そのヘリコプターでこの島から脱出したらクリアとなります。なのでね、ヘリコプターを修理することがね、一番の目的なんですけど、そのヘリコプターをね、修理するためにやるべきことがたくさんありますので、それを一つずつ解説していきますね。はい、まずね、ゲームが始まってすぐの状態は、自分一人ぼっちなので、とにかくね、味方を見つけないといけないです。今ね、ここに赤いマーク、小さなね、円が出てると思うんですけど、これはね、マップ上に落ちてるフレアガンを使った人、フレアガンを使ったので、マップ上にね、プレイヤーの位置が分かってるんですよ。なので、この人のところに早く走っていって、この人と仲間になりたいんですけど、ただね、ちょっと遠すぎるんで、今回はね、もっと近場の人間を探そうかと思います。でね、このモードね、マップ中からヘリコプターの部品を集めないといけないので、こんな風にね、車はめちゃくちゃ最強のアイテムっていうか、最強の乗り物なので、絶対に手に入れてください。はい、まずは仲間探しの旅に出かけまーす。一応ね、PVP の対人モードといっても、マックスね、4人まで仲間、マックス4人っていうか、マックス3人仲間の4人スクワットにすることができますので、こんな風にね、人間を見つけたら、近くに行ってもらって、そうです。こんな風に、ハイファイブのエモートでタッチをすると仲間になることができまーす。自分からね、エモートをしてね、こうやって仲間になろうぜーってね、できますので、プレイヤーを見つけたからといってすぐに絶対撃たないで、まずはね、ハイファイブのエモートをして仲間になろうぜって言ってください。それでもね、撃ってくるような人がいたらね、もうやむなく射殺するしかないです。個人的にこのモードの必勝法は、まず最初にね、仲間を4人集めることだと思ってますので、はい、こんな風にフレアガンを撃って、はい、今ね、フレアガンを撃ったことにより、自分の位置がね、マップ上に表示されましたので、たくさんね、人が寄ってきてくれるはずです。こんな風に、まずね、4人スクワットになるまで、うろうろしまくって、仲間をね、増やしていこうと思います。あ、弾薬が箱があったら、しっかり取っておくと。はい。一人でね、このモードクリアするのめっちゃ大変なんでね、とにかくうろうろして、仲間を探しましょう。プラスね、マップ上うろうろしないといけないので、こういうジャンプパッドとかね、移動系のアイテムはめっちゃ最強です。はい、仲間を探しながらでもいいので、こういうね、望遠鏡のマークの、スパイアタワーがあったら、頂上までね、一回登るといいです。こんな風にずーっと登ってもらって、はい、タワーのね、一番上まで行くと、こんな風にマップが更新されます。車の場所とか、NPC の場所とか、他にはね、宝箱の場所とか、いろんなものがね、わかりますので、タワーに登ってもらって、いろんな必要なものを探してみてください。うわー、なんかいた！今ね、なんか、脅威が台頭したか、そんな風な文字が出たと思うんですけど、あの文字が出て、こんな風にね、マップが夜になると、狼がね、大量に発生します。あの狼、倒してもいいんですけど、っていうかね、一匹ずつ全部倒してたら、弾薬が足りなくなってしまって、もうね、どうしようもなくなってしまうので、できるだけね、狼とは戦わない方がいいかと思います。こんな風に、車に乗って、狼はやり過ごしてください。そのためにもね、この車はね、めちゃくちゃ必須アイテムとなってます。
はい、そしたらね、さっき言ってたこの NPC のマークがあるところに行ったら、このハントマスターがいますので、ハントマスターに話しかけます。そしてね、その中でもこのヘリコプターのマーク、ヘリコプターのマークのところを押すと、クエストが始まって、ラプターを買って爪を見つけるっていうね、クエストが始まります。そしたらこのラプターの爪の場所、こういうね、ラプターのいる場所がね、マップ上に表示されますので、そこでね、ラプターの爪を取って、さっきのね、NPC のところに持ち帰ると、クエストがクリアとなります。こんな風にね、ラプターの爪を取りに行ったり、その爪を持って行ったりね、そういうやつでもね、めちゃくちゃ移動が大変なので、こんな風に車はね、超必須アイテムとなってます。あ、ガソリンあった、ガソリン。このモードだとね、ガソリンもね、かなりね、重要アイテムとなってますので、ガソリン見つけたらね、必ずね、持ってた方がいいと思います。OK。そしたらこんな風に、ラプターのマークがあるところ行ったらね、ラプターがだいたい3匹いますので、いた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 。ちょっと解説のために降ります。OK。はい、3匹のね、ラプターをこんな風に倒すと、ラプターの爪を持っていますので、ラプターの爪を拾って、さっきの NPC のところに行きましょう。はい。そしたらね、ラプターの爪を持って、このハントマスターに話しかけます。そしたらね、こんな風に、こういう、ヘリコプターのね、パーツの位置をハントマスターが教えてくれますので、そのパーツを持ってヘリコプターを修理しに行きます。あ、あと一個だけだね。これか。この部品だけ持っていけばもうクエストクリアとなります。これちょっと一回、ヘリコプターに近づいてた方がいいかもしれない。なんでかっていうと、これも、これもしかすると他のプレイヤーがもうヘリコプターを完成させようとしてるっていうことなんで、先にね、ヘリコプターを完成させられて、そのチームが脱出しちゃうと、もう自分のチームはね、島の外に脱出できなくなってしまうんで、こんな風にね、他のチームがヘリコプターを完成させようとしてたら、とにかくヘリコプターの近くに行ってください。ただね、ヘリコプターの近くに隠れてる可能性があるんですよね、敵も。大丈夫かなー。こんな風にね、ゲームの序盤はみんなね、仲間になろうとして友好的なんですけど、ゲームの終盤、ヘリコプターが完成に近づいてくると、他のチームのね、プレイヤーたち撃ってくるんすよ。あら、いた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 。ちょっとね、なので離れてた方がいいかな、他のプレイヤーとは。なんでかっていうと、あのプレイヤーたちはヘリコプターを盗まれないように、自分たちを攻撃してくるんすよね。うわ、これ戦う羽目になりそうだ。マジか。戦わない戦わない戦わないな戦わないな OK? 戦わない戦わない OK、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 OK。有効的に行こう、有効的に。有効的に。有効的に行くな、有効的、OK、OK、OK、有効的に行こうな。はい、そしたらヘリコプターの部品、あと一つを取り入ってるのかな、あのチームは。これ、敵のチームとの読み合いだな。どっちが先に、あれを持ってくるかでしょう。どっちが先に、ヘリコプターのモーターを持ってくるかの勝負なんで、多分ここからがこのゲームの醍醐味っすね。あっちの4人組がね、先にモーターを持ってきてヘリコプター修理して、このヘリコプター乗って脱出しちゃうと、自分たちクリアできなくなっちゃうんで、これがね、PVE モードだったら、マップ上にヘリコプターが3個あるんで、他のチームとかね、他のプレイヤーと争いにはならないんですけど、こっちのね、対人モードの場合はヘリコプターが1台しかないんで、1人はね、ヘリコプターを見張っとかないといけないんですよね。ということでね、今味方に部品を取り入ってもらって、自分はね、これヘリコプターを見張ってる感じです。あ、ただちょっとこれ味方の人ルール分かってないかもな。今ね、味方の人がこれ持ってきてるのは、この左から2番目のジェットエンジンみたいなやつなんですけど、それはね、もうこのヘリコプターに取り付けられてるんで、このパーツを今更集めてもね、実は意味がないんですよ。今集まってないパーツは、この右から2番目の何部分？モーター部分なんで、モーター部分を取り行かないといけないんですよね。モーター部分はこのキャティコーナーのところになります。で、こうなった時に重要になってくるのが、裂け目フィッシュ。裂け目フィッシュがあればね、ここから裂け目フィッシュ使ってキャティコーナーまで飛んで、ここでモーターを手に入れて裂け目フィッシュを使って、また戻ってくるっていうね、荒技ができますので、中盤以降はね、めっちゃ釣りも大事になってきます。味方なるな？味方なるな？あら、さ、スクワットの人数が超えてしまうんだって。スクワットの人数が超えてしまう。うわー、できない。これね、仲間にならない、なれないっつうことは、うわー、これ困ったぞ。これ争うことになるっすね。やべ、夜になった。で、3日目の夜はね、狼とは別に、めっちゃ強いシャドウが出てくるんで、絶対に戦ったらダメです。絶対に戦ったらダメです。車に乗って逃げましょう。このね、夜をやり過ごせるっていうのでね、車めっちゃんこ便利なんですよね。
シャドウ出た、シャドウ。このシャドウが鬼強いんで、車でとにかく逃げてください。とにかく逃げてください。朝になるまで逃げ回ってください。それしかないです。まともに戦うとね、弾薬もなくなるし、回復アイテムもなくなってきちゃうんで、逃げろ、逃げろ。バカみたいにいる。やばすぎ。やばすぎ。これ、車ないと即死でしたね。シャドウが、シャドウが20人ぐらいいる。早く、早く朝になれ。やばいやばい。俺が一手に担ってるぞ、シャドウを。早くアイテム持ってきてくれ、みんな。頼む。やばい、燃料なくなってる。やばいやばいやばい。やばいよ、やばいよ。ガス缶持っててよかった。お、晴れたねー。よし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 。よし、仲間がパーツを持ってきてくれました。よっしゃー、これでヘリコプター完成です。待って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 、 やばくね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 、大丈夫大丈夫、こわ、誰だ C4 取り付けてんの。危ねえ。 OK、 そしたらね、ヘリコプターに乗ったら燃料を補給して脱出ポイントにたどり着けって書いてあるんですけどね、燃料はね補給する必要ないです。ブーストさえ使わなかったらこの脱出ポイントまでしっかりねたどり着くことができますので、ブーストを使わないでね、そのまま脱出ポイントまで行ってください。味方がめっちゃ有能だった、よかった、ありがとうありがとう。え、びっくりしたな、もう。え、は、え、マジで島、ちょっとやられちゃったけど、あれでね、あのままゴールすると PVP モードクリアとなります。はい、ということで最後はちょっと悲しい終わり方でしたけど、基本的にね、序盤は仲間探しと車探し、そして後半はシャドウから逃げるための車の確保、さらにはね、生き残った敵が多いとヘリコプターの奪い合いになってしまうので、裂け目フィッシュを使っての即修理即離脱とか、敵チームとね戦わないといけないこともあるということを頭に入れておいてください。このね、インポッシブルエスケープ、一週間しかね、このモードないみたいですので、頑張ってクリアして、このかっこいい傘を手に入れてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。